皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今週から定期テストの復習という動画のシリーズ、これを投稿していく予定になっています。実際に出た定期テスト、これもそのまま使うことはできないので、ちょっと改変して、それに近い問題、これを解いていくんですけれど、この定期テストの復習という動画を見ることで、テストでどんな問題が出やすいのか、どんなことを覚えておけばいいのかと、これが分かるようになっています。ぜひテスト勉強の参考にしてください。どうぞよろしくお願いします。